はい、こんにちは。スタジオリバーサイドへようこそ。今日はね、この真空管プリアンプ、これのあるなしで、音の違いをね、皆様にお聞かせしたいと思います。まずは真空管のプリアンプ、オフの状態からです。誰にでも弾ける広島なので、ご一緒に。非常に音が太くなって艶やかになってね、バイオの成分が、豊かにこう響くようになります。このね、小さなプリアンプ一つですけども、非常に重要な役割を果たします。普段は私はプリアンプ使うことはないんですが、プリアンプというぐらいで信号をね、ある程度増幅するので、使いすぎないことですね。当然、ノイズも、増幅します。ハンバッカーなんでね、今回はまだノイズ感はなかったんですが、失礼。ストラトキャスターなんかで、ノイズレスじゃないね、普通のシステム使われている方は、なるべくこのダイヤル部分ね、上げすぎないことですね。そうしないと、ノイズも乗ってしまうので注意が必要です。何かの参考になれば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。